はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、横綱白鵬、元横綱白鵬がライバルとしてる、元横綱稀勢の里。えー、これね、現役時代の成績はね、もう到底白鵬には及ばないんですが、親方としての、こう、まあ、なんていうんですかね、稀勢の里の方が、 まあ今回の事件でねあの箱を下に行きましたからねちょっとねこれ稀勢の里を抜くのは厳しいなというふうに思いますけどもつい2年前これね稀勢の,の里が広報部にいたんですよね。で NHK の解説をしてたんですけど審判部に異動になった。でこれはね審判部に異動になることは出世コースなので。 あのそのこと自体はいいんですけどあの非常にね稀勢の,の里の,そのこう喋りもね結構いいという評判だったんですよ。であのみんなねあのあの引退するとね誰もが場内の警備をしてね稀勢の里はそのまま記者クラブ担当に移動したと。 であの花形と言われてる、まあ、審判部に異動になった。で、えーまあ、その後とね、まあ、巡業部とか、えー、地方場所担当とかを経てねいずれ理事長になるんだろうって言われてたんですけど当時はねその広報のその後釜ね解説の後釜に、えー、その元横綱の白鵬がなったんですよ。 でね、確かに出世コースはねあの審判部なんですけど候補っていうのはね非常にねある意味はあの出世のあれではないけれどもあのテレビとかラジオの解説を担っているので、まあ、非常にねある意味あの表に出やすい場所とは言われていますだから当時はね、えー、順調に稀勢の里を、えー、まあね えー、心配無理どうなって出世かとかその後釜についたのが白鵬だったんですよだから白鵬が猛追してね稀勢の里を抜こうと必死になってんじゃないかと言っててまあね白鵬もね結構ねあの解説上手でしたで上手だったんだけども今回の事件でね、まあ、3月場所あたりは警備とかやってましたねだから一番平野を引退したばっかりの、まあ、平幕の。 親方がややるような仕事をやってましただからこれからね白王が今のねあの委員になるのは最低やっぱ5年かかると言われてますね最低5年だから5年経ったらおそらくねこの稀勢の里は理事になってるんじゃないかなと思いますねで八角理事長が稀勢の里をまあ次のあの跡取りだというふうに決めればね あの理事にさせてで2年でしょ2020えーえー、令和6年八年令和10年ぐらいに10年か12年ぐらいに、えー、だから4年四年か6年後に規制の里を理事長にするんじゃないかと理事長になったら20年ぐらいやることになりますよねだからなんとかね僕はね白鵬が入る隙間がない執行部を早く作ってほしい。 うん、でねモンゴル勢をね入れる時はモンゴル勢を、えー、まあいわばね、あのー、理事にする場合はあのー、こう身辺整理を身辺の,の調査をねするだけしてあのー、何、あのー、要は乱を起こさないようなね状況を作ってやってもらいたいなと。ただね、まあ、大島親方 朝赤龍でしょ朝赤龍で鶴竜かでしょ今あともう一人いるのか四人か親方今4人か5人から箱を入れたらだからそう考えるとねこれねなかなかね今ね理事になろうと思ったらねモンゴル勢を最低でもね134人揃えておかないかんとだから今のね大関だったら霧島とかね あのーまあ、その辺がねどんどん引退していって親方に残っていくと白鵬が有利になってくるとだから、ね、ちょっとね、えー、早くね白鵬が何もできない環境だけ作っててほしいなとヒヤヒヤするなと思ってます。